熱血コンサル基礎産業。官民ともにボーナス減、国家公務員は2年連続。いやー、これの話なんだけど、 8% 超えで、あのコロナの影響で民間の給料を下がったんだってね。でそれに伴ってその公務員の給料も合わせて下げますよという、まあ当たり前といえば当たり前というようなニュースなんですけども、僕もまあちょっと思ったのが、今まで公務員がこう、まあどう言って言ったらいいかね、いいようにこう扱われすぎてるっぽいところはあるのかな。だけど公務員の仕事ってすごく大変でね、やっぱりじゃあ逆に言うと下げすぎるとなり手がいなくなるんじゃないかって僕思ったようなニュースなんですよね。最低賃金の引き上げによって、まあ、所得を増やしていこうという動きも活発化してるんですけども、そういう意味ではちょっと逆行する形となってしまいますよね。まあこれはね、仕方がないところなのかな。やっぱり物価を上げるっていうところがまず目標達成できてないじゃない。物価が上がって給料が上がって、でそこからまたその要は儲かるようになってきてから、またこうどんどんインフレにね、こう変えていくというか、いうことが非常に大事な中で、やっぱりそれだけコロナの影響が大きかったのかな。景気のズレと雇用のズレは、僕も経済の専門家じゃないんだけど、ちょっとズレるんですよね。景気の回復がこうあると、それからちょっとズレて雇用とかそういうところがこう変わってくるっていうところがあるので、まあ来年は多分上げてくるのかなという話なんだろうとは思ってるんですけども、まあこの今のここのポイントだけ見ると、やっぱり逆行してるのかなというふうには思いますよね。民間も、まあ、ボーナスが下がったということで、まあ、マインドとしては消費を控えるっていう動きになるんですかね。やっぱりこれはもう今後消費を控えるっていう動きにはなるんだろうけど、余暇の過ごし方っていうところが多分また変わってくるのかな。まあこうコロナの影響でね、やっぱりなかなか外に出れなかった人が、今回なんかあれじゃない、帰省なんかね、しちゃダメとか言いながら国民がみんな言うこと聞かないみたいな感じになってるんですけど、だけどまあだんだんそういう風になってくるのかな。やっぱりお金が溜まってるといえば溜まってるというわけだから、使ってないわけだから、だからやっぱりお金をこうしっかりこう使うというか、この滞留してるお金っていうのはあるので、どっかにこうお金が振り分けられるというふうには思ってるんですよ。だからまあ今後のここだけを見ると、給料が下がったからとか上がったからっていうよりは、もう1年2年ぐらい様子見て、ほんでちょっと総括した方がいいニュースなんじゃないかなと思っております。